両方後味悪い試合後でも子供たちに笑顔を振りまく紳士ベリンガムがこちら。終盤間際のゴールが無効となったことに抗議し、レッドカードを受けた直後のベリンガムの対応がこちら。彼は素晴らしい人間だ。ベリンガムは紳士と呼ぶにふさわしい。あの不運なレッドカードを受けても子供の前では笑顔で対応する。まさにトッププレイヤー。彼を好きになる理由がここにあります。子供たちの表情を見てください。彼がヒーローである証明。子供はベリンガムのカードを持っている。微笑ましい。彼はマドリーの王様になるだろう。ベリンガムはどこにいても真摯な対応をするが、今日の指針はひどいものだった。エムバペにこの対応ができるだろうか。